ショータイム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、こちらカーシー博士のセルフヘルプ術、プリーズアンダースタンドミーと、私をもうこれいいですね、このやり取りなんで私を理解してよ、自分自身を理解しましょうと、しましょう、はい、で今日はあと私のタイプ、ESFJ、ESFJ、外交感覚、感情、判断、ものの本によると、なんか日本人に一番多いなんて言われる、またそのポジションかマイノリティみたいに、そう、もうとんがりたいのにとんがっていきたいのに、どんどんなんかその大人数のところにいるっていう、寂しいと思いながら、はい、すいません、この仲間は多いですよね。はい、仲間は多い。でもこの仲間同士別に仲良くないですからみんながその上に行こうとしてるから、決して仲いいわけじゃない、仲間だと思ってない、あ、ごめんなさい仲間ですから、ね、仲間ですから、この ESFJ のタイプを紹介したいと思いますと、パーティーのホスト、ホステス役とあります。最も社交的なタイプですと、すべてのタイプの中で最も社交的な ESFJ 型は、人との関わり合いから元気になるタイプですと、自分が好きになったものは実際よりも美化しがちで、調和がこのタイプの鍵、総人口の 13% がこのタイプであると、ESFJ 型は家庭、学校、教会、市民グループのような団体の優れた育て役で、どこに行っても人と和と安らぎをもたらしますと、なんで、まあ、エニアグラムでいうとなんかタイプ2とか、まあ、タイプ6もそうですよね。でパーティーのホスト、ホステス役には最適の性格で、普通は一度紹介されただけで名前をすぐに覚える。社交の場では全員が気持ちよく参加できるように配慮して人の世話をして回る。このタイプは、社会のつながりが大切であり、懐かしい昔話も好き、よくしますよね伝統や習慣に一目を置いている。なんかまあクラス会とかで毎回同じ話をしている、ってよくディスられる僕もあまり呼ばれないクラス会に、はい、行かない。あ、行くかな、行くところと行かないところはあるんですけど、僕呼ばれないですよ、めんどくさいから。行ったことない、行かないから呼ばれない。あ、まあそういうところなんですかね。で、他人から注目されたい願望、ちょっとディスられてるディスられてない、ディスってない、ディスってない、はい、ESFJ 型は人が自分に無関心だと傷つき、他人にしてあげたことが評価されることを強く望む。自分の外見を常に意識して、世間の標準に合わせようと他人の意見を真剣に受け止める、なんかこの外見っていうのはすごい、そうだねって、このタイプの価値基準はすべき、すべきではない、まあ SJ 気質が結構伝統的なところなので、その トラディショナルだ、はい、っていう言葉に凝縮され、良心的で秩序正しいが孤独になると落ち着かない、はい、分かる。でサービス業や営業に適任、このタイプはサービス業を選ぶ傾向があって、外交的な性格のために営業が得意、セールスコンペでは簡単に優勝するだろうと、いや営業は苦手ごめんなさいで会社の営業部では上に立つことが多くて、セールスの現場で ESFJ を見ると、その顧客はその製品を買いたいんじゃなくて、もうこの人から買いたいってなってる関係が多いよって書いてあります。なので同じようなタイプで、その優秀な教師、布教家、監督、経営管理、コーチなど人とのつながりがある現場で、成功しやすいと、で上司にとってもとても使いやすい、規則やルールを尊重して守る、義務感とサービス心が旺盛、で上司にも忠誠心が強くて、同僚のプライベートの出来事や悩みも知っていて、相談にも乗る、そんな感じですよねなんで一部の人から見るといやらしい、こびやがって、こびでないもん自分自身ではどうなるんですか。わかるわかる、社長が言ったことは絶対、
それはそうでしょって、うん、社長なんだから社長なんだから、うん、言うこと聞きなよ、うん、だからその禁煙ですってなるけど、うんうん、吸うじゃないですか社長が吸ってた時もある。ああああ、で一部はすごい嫌そうな顔するんです、うん、禁煙でしょって、うんうんうん、で分かる分かるって話をしてるんですけど、うん、僕分からないんですよ。いやだって社長の会社だからさ別に吸いゃいいじゃん、うんうんうん、っていう感覚です、うん、僕は分からないな。この感覚分からない。分からない、はい、あんと、あ、いや、なんだろうな。それでも社長が決めたんですよね、禁煙。そうですねあ、話変えやがったってちゃちゃっていうちゃちゃが出てくるんですよ、はい、こういう性格です、うん、でしかし話題が科学や哲学的になるとそわそわしだす、うんうん、NT 型とは異なって、うん、このタイプは複雑なことの分析などは苦手である、うん、なのでその体調のこの直感型、うん、こうやって思った、うん、って言われると、うん、なんかその体調結構哲学の話とか好きですよ、哲学はなぜだろうみたいな、うん、話好きじゃないですか、うんうん、だから僕は好きになりたいけども、うん、なぜだろうって言われると答えられないんですよ、ね、要は書いてあることは言える。あの哲学ってそもそも答えられないと僕は思ってるんですよなるほど。だからなぜだろうで探っていくのが哲学みたいな感じのこと。なるほどになっちゃうあの、うん、お釈迦様がこう言ってたとかは好きなんですよ、うんうんうん、あのいや これをね、うん、仏教のこの例えでやると、うんうん、で勉強は好きだけど、うん、それをじゃああなたの考えをって言われると、うんうん、あなたの考え、まあ、そこは僕も分かんないですよ。でもそこ考えたいと思うじゃないですか、うんうん、僕は別にそこはどうでもいいんですよ、うん、答えを探しに行く感じです。あの偉い人の答えは、うんうん、でその答えの意味を知りたいっていうやっぱりこの大きな溝が、うん、多様性ですね、うんで伝統的な価値観とステータス重視、うん家庭でも価値基準はすべき、うん、すべきではない、うん、で決まって、うん、家の人がそれに従うことを期待する、うん、良心的に家庭の責任を果たして、うん、家が秩序正しくなっていることを好む、うん、そして同じことを家族にも求める、うん、結構その辺の圧は強いと思います、うんうん、仲良くすべき、うんうん、言い合いは良くない、うんで社交や人を楽しませることが好き、うん、で家族内で決めるべきことは効率よく迅速に行って、うん、生活が規則正しく計画的に行われることを望む、うん、で自分でも決めた日課はそれに従って、うん家庭健康についても伝統的な価値観を守る、うん、3食食べましょうとか、うんまあ、それはちょっともうないんですけど、うんまあ、そういうとこですかね、まあ、でもルールって話ルール、はい、逆に3食食べるなっていうルールで僕はもうそのルールですそのルールにちゃんと従ってます、うんはい、で結婚の誓いを遵守し、うん、他のどのタイプよりも相手に対して思いやりが深い、うん、深いと思ってます、うん、どう受け取られるかは別です、うん、はい。でただし配偶者には頼る傾向があって、うん社会的階層上ふさわしい地位を安定させるために結婚することもある、うん、あ分かる、うん、分かる、うん、そんなようなことを言いますもんね、はい、要は階層はあると思っている、うんうん、自由ではないとか、うんうん、その辺はすごい分かる。とか結婚した人の方が上的な上的とは思えないけど、まあうん、アメリカではそうだよねうんはい、あっていうと、うん、結婚しないと人口保てないじゃんとか、うんうんうん、どうするのとは思います、うんうん、だからみんな結婚しないよ、うん、とはちょっと思ってる節はある、うんうんうん、だからその LGBT 問題とかには、うん、弱いあの口をつぐむ、うんはい、戦いたくないですからね。戦われたくないからけど、うん、それに対して、うん、あの分かるとも思わないから、うん、口をつぐむ。もう何も言わない。何も言わない。ノータッチ。ノータッチ、はいはい、いいんじゃないぐらい、うん、いろいろあるよね、うん、であと黙る、うんはい、なんかボル出そうですもんね。出ますね出ますね、はい、うん、で、もてなしの際の洗練されたパフォーマンスを楽しみ祝い事が好き、うん、また家の中は趣味の良いもので飾っておくことを気にかける、うん、まあ、取り繕ってるんですよねうちの家庭は幸せだよ幸せに見せたい見せたい、うんうんうん、
これはちょっとなんかタイプ3っぽいところもあるかもしれない、うん、エニアグラムでいうと、その仲良く仲良くね、幸せだよ仲良くで周りにも見せたい、見せたい、うちは家庭円満な家庭、円満な家庭です見に来るな地域社会での役割も真剣に受け止め、うん、地域の有力者や公的権力者の姿には敏感であり、うん、進んで関係を作ろうとする、うん、でステータスを気にする形で気にする立ちで、うん、意見や権威を求めて、地位の高い人たちに頼ることも多い。これタイプ6っぽいですね、うん、要は上の人がいるなら、うん、言うこと聞けばいいじゃん、うん、聞きなよタバコ別にいいじゃん、うん、はい、ルールでしょ。あ、別に僕はいいんですよ。社長の作ったルールだから、ここは禁煙をやめにするって言えばそれに従います、はい、それからお前も守れようですよね。禁煙にしたんなら、そうそうそう、はい、で、まあ、社長だからそれをルールを変えることもまたできるわけじゃないですか。あ、それすごい柔軟ですねなるほど。だからそうなれば、あ、変えやがったとは思いますけど。あ、なるほど。あ、変え、あ、なるほど、変えやがったなとはっていうと、僕も不運は思いますよ、うん、ああふーん、うん、そうなのね、うん、とは思いますけども、うん、ここであれは良くないって言い出すと、うん、いやいやって急に社長の方に立つんですようん、うんうん、その時は急に敵に回るんです、うん、っていう感覚ですかね、うん、まあいやって敵に回るというよりも、うん、まあまあな感じですかね、うん、まあ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 、まあ、まあまあ社長が言ってるんだからさ、うんうん、社長だしみたいな、まあ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 、うん、黙ってそこは黙ってってっていう感覚ですかね。取り持とうとする、取り持とうとする場を、うん、あ、その感覚がすごい近いと思います、うん、まあ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 、うんうんうん、笑っとこうよここはって、まあ、でもその感覚は僕も分かりますけどね。あ、でも意味は違う感じですね。意味は違う感じ、はい、まあ、争いが嫌だから、はいはい、取り持とうとする、はい、っていう愛され願望、うん、愛され願望、うん、ESFJ は感情を表に出すことが多い、うん、人から愛され必要とされ、うん、評価されることを強く望み、うんうん、それを確かめるために多くのエネルギーを費やしたりする、うん、組織やプライベートでの人間関係がうまくいけなかった、うん、うまくいかなかったことを責められると、うん、落ち込んで憂鬱になってしまう、うん、っていうのが今全開で出てると思います。全開で出てます、ね、全開で出てると思います、うん、で優しいが悲観論者、うん、ESFJ 型は親を尊敬し子供時代は真面目で上旬である、うんうん、その場にふさわしい感情表現もできる、うん、優しい心を持ち感傷的で盛大な誕生日会や記念日のお祝いの席には喜んで出席して会を盛り上げようとする、うんうん、僕は二次会の司会がしたいです、うん、盛り上げますっていう、したい人がいるんだって思いましたもんね、はい、僕はしたいです目立ちたいですしかし、うん、同時に悲観論者的な陰気な表情を見せるところがあり、うんうん、他人に妙な緊張感を与えることがあるありますね、ありますね、この気分は他人にも伝染する、うん、したがって、悪いことが起こるかもしれないという恐怖心をコントロールして、うん、災難を予想するような態度は抑えるようにしましょうと、うんうん、手放しましょうと不安は手放しましょうと不安は大丈夫ですと、うん、大丈夫ですと、あなたの頭の中の不安は頭の中だけのものですと、うんうん、で人間や物に根ざした生き方、うんうん、ESFJ 型は自分の子供との強い結びつきがあり、うん、子供の一挙一動は ESFJ 型を映す鏡となっている、うん、何か うまくいかないことがあると、うん、ESFJ 型は批判的になって子供や配偶者に理不尽に文句を言うことがある、うんうん、僕その辺はもう大丈夫だと思ってます。大丈夫だと思ってるだけです、ね、思ってるだけ。ああそうですね、なんか同居の話とかそう思いますよなるほど、そうですね、うん、確かに、うん、こういう厳しい目を、うん、急に冷たい目で物を言ったりもします、うんうん、はい、でまたアルコール依存症などの助けを必要としている相手と結婚してしまうこともある、うん、ESFJ 型の女性が解消のない相手と結婚すると口やかましくなり、他人の持ち物やステータスと比較してくよくよしてしまうことがあるかもしれない、このタイプは男女問わず概念や原則ではなく人や物に即した生き方が好き、うん、なんでなんか
そのこの SJ 型を、うんうん、この本では、うん、エピメテウス型気質、うんうん、なんかこのギリシャ神話ですかね、うん、プロメテウスとアトラスの弟であるエピメテウスは、うんうん、デュオニソス、まあ、知ってる人はへーって言うかもしれません、うんうん、デュオニソスが SP 型をやめましょうかね、うん、この話はねあまり知らない話はしない方ですかね。なんか、それならそれでその回があるといいんじゃないですか。なるほど、うん、分からない人にも分かるように勉強します、はい、ギリシャ神話ギリシャ神話、はい、ちょっとこの話もまだどっかでしたいと思ってます、はい、このセルフヘルプ術、はい、なんかエニアグラムと違って手放しましょうみたいなワードがないからちょっと難しい。あ、理解しましょうですね。理解、そんなあなたを理解しましょうですね。そう、自分のことを理解してくださいって話ですよね、はい、書いてありました、うん、僕のことが書いてあった、はい、うん、僕はこういう人間なんだ、人間なんだ、うん、だと それがいやらしいと思えば、うん、やめればいい、ちょっとやめるように努力をすればいいっていう話だし、うん、その考えるのが苦手だ、うん、と思ってそれを変えたいと思うんだったら、うん、考えればいいっていうことですよね、うん、はい、確かに、うん、すいません、はい、ありがとうございます。いいチャンネルですね、うん、面白い、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。